そして一人飛ばして、はい、プラチナムラッシュの青木こと青木です。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてまあね、なんかこの体勢で配信するのもなんとなくおなじみになってきましたけどもはい、もう初めからドーンと真ん中にいてもらっております。じゃあすいません、ゲスト自己紹介からお願いしていいですか。はい、はい、AKB48 チーム8チーム 4K に香川県出身の仰天ゆりなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうこの配信何度目かってことになります。3度目とかですかね。いいですね。いや、なんとなくこうね、いろんな期間を経て、ね、やってますけど、ちょっとだからこう後ろから我々が喋る感じになるすごい、はい、前向いてこう、もうでも、ね、慣れていただかないとね、もうね、あれなんですけど面白い、はい、なのでなんとなくね、こう、うんうん、後ろ向きたくなっちゃうと思いますけど前向いてやっていただけたらと思います。全く後ろを振り返るあれなんですやっぱ慣れきってます。いやいや、はい、もう向こう見てね喋っていただくのが一番なんですけども、はい、いやよろしくお願いします。お願いします。ね、3度目と言いつつも、うん、結構、ま、ね、もうしばらく来てなかった。久々ですよね。そうですね、お久しぶりなので。そうなんですよ、だからね、数年前とか、ね、ね、なのでもちろんね、今回はこちらに、はい、掲載されておりますので来ていただいているということですけども、はい、ちょっとまずね、中身もあれなんですけども、うんうんうん、舞台がつい先終わったとこだと。そうなんですよ、はい、この間終わりました。大変だったんですか、やっぱり舞台っていうのは。そうですね、ありがたいことに今回初めて、はい、主演を、はい、素晴らしい、させていただきまして、はい、いやもうすごい緊張でしか、はい、緊張と不安でしかなかったんですけども、はい、すごいもうキャストの皆さん、劇団のもう皆さんがとりあえずすごいもう優しくて、もういい人たちばっかりで、でもうキャストの皆さんもすごい優しくて、あと年が結構近いというか年下のメンバーとか結構すごく多かったりとかして、最初人見知りしてなかなかあれだったんですけど、お話ししていくとすごいやっぱり話もあったりとか、あと元 AKB のメンバーも、そうなんですよ、出てたっていうのもあって、すごいお久しぶりですっていうので、結構その入り口で結構みんなとおしゃべりしたりとかすることができて、本番はもちろんですけども、稽古の間からね、こう、そうなんですよ、結束を固めていかないとっていうのがね、舞台ですからね。じゃあもう皆さん仲良くはなった感じですか。そうですね、だいぶ皆さん、特に私はそのまあ、田舎からやってきてシェアハウスに住むっていうのは、シェアハウスメンバーとはもう本当に関わることがやっぱシーン的にもすごい多かったので、すごい仲良くさせていただきましたね。舞台がね、大変だと聞いてますね。逆にそこまでぐっともう毎日のように稽古して、そして本番迎えてってやると、はい、終わっちゃった時のそのなんかどうなんですか、感覚としてうわーってなっちゃうのか。あ、そうですね、なんかやっぱり、うん、ほっとする気持ちもあるんです、やっぱり、はいはい、終わったっていうのは、人だらく、はいね、やっと千秋楽を迎えて、はいはい、全公演できたなっていう、ほっとする気持ちもありますし、なんか不意にやっぱり、あ、行かないととかって、ちょっと若干思っちゃったりとか、そう、やっぱ写真見返したりとか、ハッシュタグとか感想をファンの方がつぶやいてくださるんですけど、はいはいはい、それ見てて、なんか、おーって、ちょっとしみじみとか、やっぱすごいしちゃいますね、未だに。行った方も当然いるでしょう ね、 なんかね、ちょっとそうですね、コメントバーッと流れてますけど、コメントもすごいいっぱい気になるのがね、目についたら、ね、読んであげてください、はい、なかなか無理か、どんどん行っちゃうから無理かあ、でも舞台面白かったって言って、やっぱり、ね、見に行ってる方は、あ、めっちゃ泣いた、おー、ありがとうございます。そうなんですね、今回結構内容的にもすごいクスクス笑えるシーンもすごいあったんですけども、でもやっぱっ最後の方とかやっぱ感動するお話だったんで、確かに演技をやってて、はいはい、客席から結構、はい、へー結構鼻をすすろととか、はい、聞こえますね。そうなんです、聞こえてきちゃうとね、逆に今日あんまり聞こえてこねえあれ今日のお客さんあんま泣いてねえなとかね、あとは涙につられて笑い泣きそうですごい、でも嬉しかったですね。いいですね、うん、シーンとした中ですからね。で、元 AKB で誰だったんですか。あと後藤萌さん、萌キュンさんとか、あとさややさん、あ、はい、が AKB で、
すごい久しぶりにお会いしましたね。そうなんですね。めちゃくちゃ元気いっぱいでした。すごいな、萌キュンさんとかは本当に楽屋でずっとあの喋ってらっしゃって、いろんなキャストさんとかとかもずっと喋ってらっしゃって、もう萌キュンさんが今回の座組の一番年齢が若かったんですけど、もうそのフレンドリーさというか明るさですごいみんな笑顔にしてくれてて、すごい私的にも本当本当に助かりました。そういう面では一歩間違えたらうるせえやつになっちゃいますから、ね、いやいやいや、もうでもすごいありがたかったです本当に。まあでもムードメーカーみたいな、ね、はい、方がいるといいです。そうだったんです。すごく嬉しく、舞台また例えばあるとなったらどうですか。そうですね。まあでもやっぱプレッシャーかかってたんでしょうね。いや、やっぱりね。そうですね。でもなんかすごい今回改めてあの主演させていただいたりとか、はい、あの新しくあの共演させていただいた方がすごいやっぱ学ぶことはやっぱり多かったので、まあ、それを活かせられたらというかうまく吸収できてたらいいなというふうに思うんですけども、ね、なかなか評判がこれ良ければ良かっただけまた次のオファーもね来ると思いますね。そうですね、そういうお話をいただければ。ずっと舞台やってたらね、他の仕事できなくなっちゃいますし、ね、そうなんです。それもねちょっとね、あの悲しいところではやっぱりアイドルもねやりたいので、いや、まあ、そこはね。そうですね、すごいそう思ったり。布一枚になったのって何かあったんですか。布一枚になったのクエスチョンって質問が、舞台で布一枚になったってことはないですか。ないです。どういう舞台ですかね。そんな過激な舞台だったんですか。いやいや、普通に服着てましたよ。田舎から来た子なのに、田舎から来た子で布一枚はちょっとなかなか。こっちを見たっていう人かなりアマゾンあたりの田舎だったらありえますけどね。そういうわけじゃない。違う。どうしてそういうのだったんだろう。びっくりしちゃった。こっちの、こっちのことですかね。ってことなのかもしれない。あ、そういうことですかね。あ、すいません。はい、まあそうなんですよ。あのいろいろタイミングがね。プラチナフラッシュは昨日発売。はい。でこちらにも出てるんですが、今日発売がフラッシュのこの裏表紙の方、表表紙がね、ゆい。はい。ここに。あ、でも確かに布一枚になってますね。こっちのことか。そういうことかもしれないですね。こっちのことでした。びっくりしました。ちょうど今日発売ですから、タイミングがね、プラチナだけじゃなくてフラッシュの方もぜひ、どっちも手に入れていただけたら欲しいんですが、これまだご本人が見てないから、そうなんですよ。中身をまだ見てないから、はい、生で見てもらいましょうよ。楽しい。まあ、もちろんね、撮影はされてたんで、はい、どういった、ね、衣装でとか分かってるでしょうけども、そうですね、掲載している自分をね、はい、見てないんですよ。配信中に見てもらおう。反応をゆっくり見たいと思います。どっちから行きますか。いや、どっちから行った方がいいですかね。どうですかね。まあ、プラチナの方がもちろんボリュームありますので、うんうん、まずフラッシュの方から行きますんで、ね、いや、そうですね、見てください。ぜひちょっと小栗ちゃんのを見たいですね。ああ見てないんで、まあね、ゆいゆいのは。でも、あ、そうか、そうか、小栗ちゃんね。そう、途中の記事とかじっくり読み出したら止めますけど、ね、シンプルにそれも買っていただいた方がね、小栗ちゃん大人っぽく進化したね、すごい可愛い。おー、ゆいはこんな感じだったんですね。そうか、知らないですもんね。知らないです、ね、そうなんです。あの同じ日に撮影は別スタジオでさせていただいたんですけど、はいはいはい、一切あの別だったの で、はい、でもどんな感じだったんだろうと。あんまり変わらなくないですか。どうですか。でももう、いや、大人っぽくなったって感じはする。ずっと近くで見てて、でもやっぱり、はい、大人っぽくなりましたね。なんかもっとやっぱ昔は本当に赤ちゃんみたいな顔してたんで。赤ちゃん、確かに赤ちゃんだよ。でもまあ、うん、年も最年少だったんで、8では。それがすごい、なんかこうやってお姉さんっぽく、中身もお姉さんになったし、ね、21、うん、大人になったなって思いますね。かわいい。で、はい、で、なんか研究生のがあるんですよ、先に。あ、そうなんですか。どこにあるんだろう。ここで、なんか赤いページがあるので。赤いページ、その次かな。あ、これ違った、全然料理だった。その次のページか。あ、ここか。おお、前野さんのページってこれね。これですね。前野さんのページ。ほう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 。これあれですよね、テレビ東京の。はい、これ企画としてあったんですよね。そうですね。はい、そうなんですよ。角度。すごい。という番組の罰ゲームなのか、あれですよ。罰ゲームで、うん、17期生が撮影のお手伝いをするという、なるほど、楽しい罰ゲーム。本当ですね。あれでしたっけ、
スタッフさんが波動で負けたから17期ちゃんがお邪魔したってやつでしたっけ、うん、どうやつでしたっけ、フラッシュ対…あ、17期ちゃんが負けたんだ、フラッシュ対17期、本当にめっちゃ美味しいじゃないですか、美味しいですよね、美味しいですね、これは負けてラッキーです、まあそうっすよね、確かにねまあでもね、多分緊張したっていうのはあると思いますね、やっぱり先輩にね、こうやって一緒に仕事するって、ふりちゃんは佐藤愛理、橋本恵理子、平田由紀が手伝って、りょうてんちゃんのほうは正井真由、ホテインモカちゃんは手伝いに来たと、うん、そうですよ、手伝いしていただいて、はい、見られたってことですね、いや見られました、私初めて人に、なんか普段だったらこうやっぱカメラマンさんのスタッフさんと、うん、まああとはこうね、こうなんかその人たちしかない中 で、なんか知ってる人って言っちゃうんですけど、めちゃくちゃびっくりしたんですね、やっぱりなんだろう、なんかあんまりまだこう17期ちゃんとお仕事一緒にさせていただくことがなくて、なのにあんまりおしゃべりしたことがないのに急にグラビアで、そうちょっと水着姿を見られたのはちょっと恥ずかしかったですね、これ仰天ちゃんの、ね、罰ゲームみたいな、ね、なっちゃいますよね、若干そうですよね、本当若干ってかでもなんかこのね、仰天ちゃんチームの正井さんとかは先輩の撮影を合間に見させてもらって、はい、ポージングや目線の外し方がすごい勉強になったんですね、こう感想がね、この2人は絶対美味しいっていうか ね本当ですよ、嬉しい、いやもうありがたいこと、ね、ちゃんと働いてました、この2人は、いやすごい一生懸命見学してるだけだったんじゃないですか、ね、いえいえ一生懸命働いてくださって全然ね、これお手伝いというか、もう特典ですよ、これは、何手伝い、なんか本当にレフ板あるじゃないですか、あれをこうやって持ったりとか、なんかこれにも載ってるんですけど、なんて言うんだろう、なんかそう、チェキを取っていただいたりとか、じゃあこのプレゼントのチェキは、うん、マサイさんが取ったチェキだ、うん、そうなんですよ、取っていただいたりとかしてくれて、でもなんかこう編集部の方の情報だと、うん、そのマサイさん、ホテイさんはすごい明るく楽しくこうお手伝いしてて、はい、もうすごく、はい、楽しくもしてくださって、小栗さんチームはもう本当に体育会系ぐらいビシッと手伝いしてたらしいですそんな噂は流れてきましたよ、そうなんだ、めっちゃちゃんとなんか働いてたらしいです、なるほど、すごいなんか楽しみですね、ちょっと面白いです、ね、今日の放送も楽しみだなと思う、ね、この、ね、2人の感想も ね、うん、そうですね、もし見てたらツイートしてほしいですね、はい、というね、まあちょっとオフショット的なのもありつつ、うんうん、こっからですよ、この次からもうちょっとすごいページがありますから、あ、私ですね、私ですね、すごい、嬉しい、いや、ありがとうございます、いやもうすごいっすよね、これ、まあ、ここにも書いてありますけど、ちょっとこのタイトルのとこ見せてもいいんじゃないですか、あ、タイトルのとこ、あ、こっち、はい、これですか、発売中のページ、じゃあちょっと、これですね、これは美人さんだ、ちょっと私の、今日の私とだいぶ違うけど同じ表情で髪型も違います、ね、だいぶ違いますけど、はい、タイトルが気づかれた存在で、ね、嬉しい、なぜ気づかれた存在かというと、はいはい、そうですね、去年気づかれたんですよね、世界中に気づかれちゃったんですね、いや、ありがたいことに、本当に世界で最も美しいランク、気づいちゃったんだ、女子が6人の36位、日本人では2位というね、そうなんですよ、とんでもないことですよ、これ本当に、ちょっともう恐縮ですけども、いやー世界がね気づいてしまったもん、これ気づかれた時ニュースだった時どうだったんですか、もう本当に恐れ多かったですよ、もうそんな、いやもうそんなありがとうございますって言ってどうやって気づいたんですか、誰かに、ね、どうやって情報が来たんですか、これは、あ、これですか、でも、はい、これに入ったよっていうのは事務所の方に、そうなんです、教えていただいて、そうなんですよね、もうすぐツイートしまくりました、本当に嬉しいと思って、記事にしていただいた、嬉しい以外の何者でもないというかね、本当にありがたい、ありがたすぎるすぎるすぎるちゃんでした、これちなみに日本で1位だったんですか、あ、トワイスのサナさんですかね、サナさんね、もうでも、はい、そうか、いやもう韓国で活動してますから、そうなんですよ、もう実質1位ですわ、じゃあいやいやいや これって岡部凛ちゃんも入ったんですよ、あ、そうですね、なんかその前に入る前に何か候補があって、そのなんかそれにエントリーされる候補は岡田奈々さんとか岡部凛ちゃんとか小田井奈ちゃんとか入ってたんですけど、ランクインしたっていうのがそうですね、AKB だったうちだけだったのかな、でも
すごいですね、なんか本当に。いやもうそんなレベルじゃないんですよ。いやもうそんな、あ、叩かれちゃう、叩かれちゃう。サナさん投げるんですよ、あと上は。いや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 、でもそんなお方のグラビューなんで。いやそうっすよ。いやいや本当は。でもこういうランキングみたいなのがニュースになると、こう今までこう仰天さんのこと知らなかった人とか一気にまた増えたりとかあったんですか。あ、そうですね、あのなんか SNS のフォロワーさんはありがたいことに増えました。やっぱそれきっかけで多分こう調べてくださったりとかしたんだと思うんですけども、もうそれもね、本当にありがたいございます。まあ、ちょっとじゃあご自身で、ね、ページめくって見ていただきたいんですけどね。 ありがたい。皆さんも、皆さんも発売中ですからね、もう皆さん。すごい。そうですね、はい、まずフラッシュの方でね見ていただいて、黒のはいはいはいと、あと白のビギニはい、そうですね、これのやつ衣装と、なんかレオタードっぽいのと、紫のと、ね、紫のとピンクのと、はい、今回すごいですよね、いっぱい着せていただきまして。好きな写真どれですか。そうですね、あ、でも我ながらやっぱりこれは一番いいんじゃないですかね。これね、斜め45度みたいな感じ、はいはい、半分見せちゃいます。半分上半分だけでも見せちゃいます。上半分と手で下の方隠すとか、まあ、こうして全部見せても皆さん買ってくれると思う。そうですね、あ、いいですね、すごい。いいね、見せ方上手いな。見せ方上手いわ。これですね、これです。これですね。これ、まあ、フラッシュの方で言うと、お気に入りこれかなっていう、ね。そうですね、これ。でも全然他もみんないいっすね。いやでも本当にありがたいことに、もカメラマンさんの腕が本当に。どこに撮ってるんですか。すごい、菊池さんのお気に入りですか。そうですね、でもやっぱこの最初の先ほど見せてた、これはもうどこの美人さんだっていうね、この最初のこれ。あーもう、これはそれは選ばれますわ。あーしゃみしてほしいですね、これは素敵。これはね、確かにこれは素晴らしいです。これはあーしゃみしようか。気づかれた存在も入れたままの、入れましょう、このままね、こう、確かに自分で言う。いやもう、やばい人。こういう写真がやっぱどんどん一人歩きするんじゃないですか、やっぱり。綺麗すぎるってね。いやいや、そうしていただけたら嬉しいです。この写真が出回れば来年1位になります。なりますね。もうこれをみんなじゃあ拡散してもろって。前回のプラス、あ、そうですよね。これを、あの、そうなんですよ。これ撮っていただいたやつを。じゃあちょっと僕らも貢献してるってことですか。そうなんです。なんか世界ランク素晴らしい。そうなん、多分これを多分あのやった人たちが多分いろんな出回ってる写真とか見て、もうこれがいいっていうので、プラチナフラッシュさんに撮っていただいた写真が選ばれたってことで。フラッシュ見てもしかしたら公文社の方一人ぐらい入ってんじゃないですかね。先行の方で一人入ってる、一人入ってるかもしれない。すごいありがたいことに。でもすごい嬉しいですね。はい、もうすごく嬉しいです。そうなってるとね、こちら発売中ですけど、昨日発売のプラチナフラッシュですよ。こっちはもう写真もっと載ってますから。全部で何ページですか。こっち見ましょうよ、これも次選ばれる時にまた。これまだ見てないから。見てないんです。タイトルがヴィーナスのイブ。出た。美しい顔を。2、4、5、加藤さん。いや、9ページですね。たっぷりですね。たっぷりとかね。プラチナフラッシュのね、やっぱいいとこはそれですよね。ちょっと見ていただいて。初めて見るんだが。これもまた初めのページからいいですね。扉のページだけ見せます。届いてみる。持ってる方はね。なんかまあでも右ページ見てもいいですか。こっちの方は。そうですね。これはだからもう手に入れてる方はね、一緒に見ながらね、話聞いていただけたらと思いますけど。世界も認めた香川の女神。嬉しい。一年半ぶりなんですね。そうなんですね。泣き虫だった彼女はって書いてある。泣き虫でした。一年半前泣き虫だった。でも泣いてましたっけね。女優として大きく成長していたって書いてありますけどね。次のページもいいですね。これはいいですね。すごい、たくさん今回衣装を着させていただきましたもんね。1、2、ね、3、ね、だからフラッシュと被ってないんですね。あ、ね、本当ですね。種類が全然違う。フラッシュの方は黒と白の、うんうん、でこっちはちょっとカラーの感じが大きいですね。
すごいな。やっぱりその AKB のグループの中ではやっぱり笑顔で歌って踊ってみたいなイメージ強いじゃないですか。そうですね。写真こうねグラビアで見ると、うんうんうん、やっぱ顔